ようお前らテルトだということで、今回なんですけども、ついにこの曲と向き合う時が来てしまいました。めちゃくちゃ難しいと言われてるね、初音ミクの小説エキスパートを今回やっていこうと思います。まずは回復なしのパーティーね。もう恐怖でしかないよ。頑張りまーす。いいよ。テレツさんいいよ、今のところ封鎖。神。集中集中。ああ、ミスった。まあ、フルコンは無理だと思ってたからね。ちゃんちゃ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 んちゃんちゃ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 んちゃんちょっと難しいよ、これ。頑張ろう、こっから。いいよいいよ。さあ待って、もう体力気がついたら半分しかないじゃん。おい、あぶねー。確かここは割と楽だった気がする。来るぞ。よし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 。待って、指が疲れてきた。やばい。やばい、限界、指が限界。ちょっとやめて。じゃあ次ね、ちょっと回復ありパーティーやっていこうと思います。回復超モリモリにしてきたからね、テルトさん。待って、なんかちょっとさっきより下手になってない？あと指の疲労がやばいから、この曲ほんとに。さあサビ来るよ。そうも繰り返し映し出す鏡。サビはね、割と歌えるほど余裕あるんですけどね、こっからがですね問題なんですよ。これが爪立ててちょっとカチカチやってリズム取るか。これいいよ、テレツさん。やばい、疲れてる。めっちゃミスんだけど。あーボロボロ。いや、回復パーティー強すぎでしょ。これちょっとクリアと言えないほど回復強すぎるから、今度はね、回復なしでクリアできるように頑張って練習しときます。それではこの動画がちょっとでも面白いなと思った人は、ぜひチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。いや、むずすぎでしょ。